ジョージ・ダビッドソンジョージ・ダビットソンは、イギリス・ノッティンガム出身のアメリカの地質学者、天文学者である。アラスカ、北アメリカの地理を研究に貢献した。7歳の時、両親と共に、ペンシルバニア州へと移住した。フィラデルフィアのセントラルハイスクールに入学。1845年に卒業した。彼はそこで、科学的な現象に関する物事に関心を寄せ、 ジラード大学教授のアレクサンダー・ダラス・バーチェの助手となり、信仰を深めた。1850年代にアメリカ西海岸地図を完成させ、南北戦争時には北軍に志願した。1895年、職を終われ、カルフォルニア大学バークレイコー校の教授として、余生を送った。アメリカ西海岸1848年にメキシコからの領土を手に入れると、ゴールドラッシュが始まった。 そこで国立測地測量局局長であったアレクサンダーに西海岸地図の作成を彼に任せた。1850年5月5日、ジェームズ・ローソン、ジョン・ロックウェルと共にフィラデルフィア号でニューヨークを経った。中央アメリカからはラバやカヌーで移動し、パナマに着いた後、テネシー号に乗り換え太平洋を北上した。その後、サンフランシスコを拠点に、 西海岸の測量を始めた。測量はうまくいかないことが続いた。ま、家族に侵略者と疑われたり、ヌート家族との衝突もあったり仲間の死や、自身の流待ちなどを超えて1854年の秋には西海岸地図を完成させ、東側へ帰還した。ジョージ・ダビッドソンの似顔絵1855年、カルフォルニアにローソンと共にまた戻った。 途中に船員が反乱を起こしたが、縛り付けておいたと彼の手記に記してある。ワシントン州の水路で仕事をした。1959年に彼は北軍に志願した。南北戦争後はバーチェと共に過ごし、バーチェの死後8年ぶりに西海岸へ戻った。彼の管轄はアラスカからサンディエゴまでに増加した。また彼は多くの地名の名付け親となった。 1874年、金星比表経過観測のため、来日した。上野彦間によって写真も撮られている。日本の観測隊の責任者は、劉奈良吉だった。前年9月には、学者として仲間であったダビッド・モルレーも来日している。1895年、突然退職を命じられた。その後は、個人的に測量を行ったほか、カルフォルニア大学で教鞭を取った。 1911年12月、息を引き取った。これら以外にもカルフォルニア大学に、いくつかの論文が残っている。彼の娘であるエレナーは、アメリカ地質学会で、地質学に、顕著な功績をもたらした人物に、ジョージ・ダビッド・ソン・賞を授与している。ありがとうございます。